それでは続きやっていこうと思います。さて今回はこっちに行ってみようって落ちたさあどっちから行けばいいんだ。なんか階段が見えますね。あ、なにこれ、あれなんかちっこいのが、お、あ、弱いのかな。あ、でもなんかわかんないぞ。調子乗ったらダメだ。なんかちっこいのがムーバー。よしよしよし、レベルが上がっていく。なんか弱かったな、めちゃんこ。あ、なるほど。で、こうやって土管をくぐっていくわけねって。はい、ゲー、これなんか嫌な敵だったような気がする、こいつ。じゃ頑張っていきましょう。ちょっと汗だったら、苦手な敵はちょっとライブらしいよね。ライブラ、ライブラ。よいしょ。大解消。何に弱いんだろう、こいつ。レベル53。雷。なるほど。雷と水。お、じゃあちょうどサンドがいいじゃないですか。おー。よし、やっぱ前に進めない。あれあ、出てきた。あ、ここでモグたちと合流ができたのかな。あ、でこれでモグたちが移動できるのか。あ、リボンだ。わーい、よいしょよいしょ。もうちょっと先行けるかな。こっち側も行ってみます。先に進むと、ドラゴンさんがいるドラゴンさんがいる。ちょっとエーテルで回復して少し。さあ、バトルだな。これが最後のドラゴンかな。あ、ちょ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 。もういいところで。アーリマン。気持ち悪い。こいつはもうなんか黄色だから、サンダーに弱いかな。よいしょよいしょ。ズドゥンズドゥンズドゥン。死のルーレット。倒そう。死なない。ああ、だろうと思いました。もう、痛い。とアレンジしましょう。ない。ちょっと待って。よいしょ。ちょ。セッツァさん、魔法が良くないからな。やばい、どんどん、セブンフラッシュ。あー、死なないか。あ、おじいちゃん。なんでこいつはこんな強いの、もう。よしよし、倒せ。死なない。またもう、よしよし、一匹死んだ。よし、倒せ。よし、間に合った。死のルーレットランニングじゃあ行きますか。もう、こんにちは。よし、お、イエロードラゴン、これが最後かな。ドライブラしまーす。イエローだから何に弱いんだろう。炎ですかね。まあ、迷ったらメテオでいっか。なんかパワーワードな気がする。迷ったらメテオみたいな。よいしょ。あ、ちょっと無駄落ちっぽいな。ライブラン。これは何に弱いんだ。62。うん、水。あ、ってことはおじいちゃん輝けんじゃん、これ。アクアブレスとか。セブンフラッシュ、
挟んだ、弱っ舐めてんのかお前水か、うん、やっぱ強いね。メテオしよう。よいしょ。よし、これで8竜コンプリートかな。ガーブレスして。よいしょ。トモリ、トモリはどうだろう。あ、水しか効かないのかな。なんかいまいちだね。メテオで2000台とか、いまいちいまいち。スロットします。あ、お前の方なんかスロットあのマイナス効果がないから打ってて楽しいかも。どうよ。あ、こっちの方が効くね。あ、ありがとうございました。よっしゃ、これで8竜コンプリートじゃないですか。ふう、最初の方に結構戦闘きつかったけど。お、サンダが覚えた、ブリザが覚えた。お、クリスタルオーブ、あれ？あと一匹？え、嘘でしょ？え？あと一匹？あれ？まだ残ってたか。これ途中出てくんのかな？どっかから。どっかからピコーみたいな。よいしょ。なんかコメントで突っ込まれてそう。なんか前回とか前々回のパートで、ムーンさんあと2匹ですよ、みたいな。ごめんなさい。ちょっと気持ちが急いでしまいました。ごめんなさい、ごめんなさい。クリスタルオーブ。MP が 50% アップ。強い強いなにこれはティナカおじいちゃんに持たせたいな。ソウルオブサマーズ外せないからな。じゃあおじいちゃんに持たせるか。クリスタルオーブ。OK でーす。よし、じゃあ先に行こうかな。こっちだな。用心棒ってやつも強いんですよね。こうブラックフォースってやつも嫌いだけど、え？あ、死んでない、よかった。死んでない、よかった。割れてます。あ、でもこれ死の宣告なのか。よいしょ。死の宣告ってどうしたら避けられるんですか？もう一度死ぬしかないの？状態異常とはまた別だもんね、きっとね。相打ち、ほんと嫌い、こいつ。この相打ちってやつ、ほんとに嫌い。あー、もうせっかくの経験値が。はぁ、だよ。なんかどっかでさ、お店屋さんとかいないかな。よいしょ。待ってよ。お前なんかちょっとぼーっとしてた。やばい。ぼーっとしてた。動画撮ってるのに。申し訳ない。なんかね、この前までやってた動画シリーズが最終回迎えましてね、燃え尽き症候群なのかな。お、ボトムス。あ、ここね、あ、行き止まりじゃないね。下、あ、下通れないじゃん。行き止まり？じゃあちょっと切り替えよっか。ちょっと待ってよ。で、ここが通れるようになったか、ここから先行ってみよう。一番最初のチームね。よいしょ、モルル。よいしょ。モルルつけて、ロックなんかつけとこうか。あ、リボンつけときます、リボン。よいしょ、リボンと、あとなんだろうな、重りのではセーフティービット。敵
敵の攻撃を避けやすくなります。これでいいや。よし、じゃあ行きましょう。先に進めるようになった。なんか通路がありそうな気がするんだけど、気のせいですかね。気のせいかな。こっち側なんかセーブポイント出現させて終わりたいですね。え、行き止まり。あ、この最初一番最初のスタート組なんか割と運ないような気がする。え、先に進めないかな。なんか通路があるんだよな。なんかありそうな気がするんだけど、あれ、私みんなと合流できんのかなこれ。この辺のねマップもしっかり作ってると思うんですけれども、これなんかごちゃごちゃしてて見づらいんですよね。あら、また行き止まりだわ、残念。他にもあったっけ、戻ったら。よいしょ。とか扉じゃないもんね。よいしょ。戻ってきちゃった。ダメだね、進めないや。いや、ここもここでって感じやから、じゃあついにここかスタートするの。よいしょ。じゃあちょっと装備を、ほいほいほい、 OK。よし、ちょっと厳重をセットしましょうか。厳重どうしようかな。 ID ラグナロック、バハムト、あ、バハムト行こう。セリス厳重、マッシュもね結構ね覚えてるんですよ。うん、あ、覚えててほしいやつはね大体覚えたかな、最低限感じですかね。でしょ、まあ、この辺とか覚えてないけど。ID、 え、なんかこれだよね、マッシュあると強いんじゃない、クイックとか。どうなんだろう。よし、あ、そうそう、あとコメントでなんかステータス画面でなんかゴボさんのコメント、あ、そう、なんか変えられますよって。あ、ある、あ、普通の戦うもあるんだね。コメントでね、書いてくださった方がいらっしゃったんですよ。このステータス画面で、ゴゴさんのこの、戦いのね、コマンド変えられますよって。え？必殺技？じゃ、マシもいけるの？これ。スロット、踊る、暴れる。オリジナルはモノマネなんでしょうね。え？じゃ、アイテム。特殊、あ、これ特殊いけるんだ、必殺技。よしよしよし、マッシュの必殺技も覚えさせたら強いな。アクセサリー、あ、そうだ、アクセサリーつけとかないと。金の髪飾りと、あとはダッシューズだな。もうおじさんたちどうしよう。おじさんたち、こいつはどうしよう。どうしようどうしよう。セーフティービット、ジュエルリング、みんななんか大体何を持たせてました。もうなんか、あ、回転の証とかあると強いですよね。乱れ打ちで攻撃回数が増えます。マッシュの必殺技とかも効くのかな。ちょっと持たせてみよう。ゴゴさん、あ、スケッチは操るに変える、あ、これ団長の髭って何なんだろうって思ったら、これリルム専用なんだね。これスケッチは操るに変えます。どうしよう、プロテスかけて、ブラックベルト、マイカ、じゃあこれでいきます。はい、お待たせしました。
さてスタート。レッドキャップ、強そうな気がするね。お、いいね。違うのいきゃな。さあ、このチームは敵倒せますかね。バックアタック、よしよしよし、どんで1234 1234、 OK。 およいしょ、お、いいね、いいね。え？あ、こいつ4匹いんの？こいつ。牙、痛そう。これ、同じ見た目のやつが4匹重なってるってことですかね。お、あと1匹。無限頭部よ、無限頭部。まあ、なんちゅう脳筋なパーティーみたいだね。よーし。お、でも案外いけますね。ちょっと楽しいかも、敵倒せると。あ、宝箱。プロメテウス。こういう強そうな敵はライブラします。よいしょ。1234 1234。なになになに、雷か。オッケー、ナイス。強い強い。強いな。ナッツンスーツ。ナッツン。トリコが身につけられるわけではない。よし、じゃあ先進みましょう。あ、宝箱、ガントレット、アクセサリーか。あ、セーブポイントあった。じゃあちょっと今回ここまでにしようかな。あのね、途中で一回死んで、でね、イエロードラゴン倒す前のところからやり直しになりました。いやー、辛かった。いや、でもね、イエロードラゴンね、めっちゃ簡単でしたね。2回目戦ってみたら。なんだっけな、アルテマティナのアルテマ2回と、あとはストラガスおじちゃんの、なんだっけ、アクアトルネードだっけ、あれでね、2ターンぐらいで倒せたっていうね。1回目なんか結構無駄なことやっちゃってたなってちょっと反省しました。いやー大変だった。もう1回戻るのにさ、もう2、30分ぐらい時間必要でね、大変でした。よし、じゃあ、なかなか長いダンジョンですがね、次回もこちらからやっていこうと思います。もうね、収録時間50分ぐらいですね。はい。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。なんか左斜め上になんかいるんだけど。まあ次回にしましょうか。はい。ではお疲れ様です。